今回はモンスト10周年重心化エクスカリバーを使っていきます。いやこれね、準備してたからほらめっちゃとりあえずもう昔からこれはもうエクスカリバーにめちゃめちゃ厳選してたんですけど、まあ、これをね重心化させてステッキで移植して最強のエクスカリバーを作って使っていこうと思います。じゃあ、まあ、とりあえず重心化いろいろやっていくんで、ラストでっかいや最初見てあれって思ったけど、このイラストルシファーと同じ系統よね。めっちゃでかいタイプのやつになってる。ガブリエルとかもそうなのかな。いやまだ図鑑見てないからね。もう今モンストニュースの動画出して直後からこれやってるから、いややっぱこういう特殊なやつはこうやってでかくして、いや特別感出してくるのマジでいいね。というわけで厳選が完了した。勝ちに行きます。で性能に関してはワープと減速壁と魔法陣の3つのアビリティだね。で、ワープ減速で天魔の8。そして、魔法陣持ってるんで、友情コンボが、強い。普通の周回クエストとかでも結構役に立ちそうだね。で、残りは、ビットンブレイカーと、あとバリアイムと超短縮。この2つに関しては、もう、すでに持ってるものが強くなりました。で、ビットンブレイカーは何のためにあるのかなと思ってたんですけど、ビットンぶっ壊して、オートジャベリンの飛ぶ先をちゃんと集約させるっていう役割でブレイカーついてんじゃないかな。で、SS 壁ドン大号令そのままなんですけど、12ターンで1段階目打てるんで、超短縮と合わせて、これね、ヤクモと同じで、2回に1回大号令使えるんですよね。もうヤクモと同じことができるって聞いた時点で、もうヤバさがわかるでしょ。そして、オートジャベリンバーストと、調教放電っていう、新友情もらったね。これに関してはもう威力が、マジで頭おかしい。47万と25万だね。なんで。まあ、これの性能に関しては、もう今から見せていきます。で、行く場所は、まずプレデビオルから。もう最近、煉獄さんとか、マイキーとか、バランス型の強い友情コンボのキャラクターがブイブイ言わせてたけど、もう、時代は、エクスカリバー。もうこれ完成してるからね。砲撃型が完成した。勝ちに、行く勝ちに行く。で、ちょっとこれ減速壁対応してるけど、ダメを対応しないんで、投資で勝てるかはちょっとわかんないね。はい。ここで友情コンボ出して、いけますと。そんな感じで、やっていきます。もうダメを突っ込んだら死んじゃうから、ちょっと友情コンボのね、もうどこで使っても消し飛ぶんすよ。もうこういう本当にやべえところでも消し飛ぶんだぞっていうところを、今回は見せていこうかと思います。で、短縮しっかり入れて、あ、これね、オートジャベリンが、こんな感じ。ビットンブレイカーがないと、こんな感じで、今、ビットンにすげー飛んでたじゃないですか。これがね、オートジャベリンの弱点なんですよね。だから多分これをブレイカーがぶっ壊して、よし、OK、3人触れた。で、オートジャベリンバーストは、やってることはオートジャベリンと同じ。画面周囲にまとって、バン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 一発撃っていくんですけど、一発一発に、誘発効果が、ついてる。なので、しかもなんか範囲広いんすよ。広いんだな、これ。やっば。だから、超砲撃にする恩恵、マジでこれみんなでかいね。これ絶対超砲撃だわ。多分、超砲撃にしてるかしてないかで、強さの、段階が全然違うと思う。そして、これも、はい。友情コンボ、誘発。でっか白爆発じゃねえか、マジで。で、プレデビューのなんかすげえ削ってるし。あー、そうだな、これ。どうすかな。ちゃんと、バルーンを渡して、あと暴れる。よし、行けよしいや、やっば、これで、大号令も溜まった。いや、これ、やべえぞ、マジで。いや、これは執念だな、マジで。執念してるわ。で、これで、放電で誘発しながら、やべえ。やべえよ、この人。やばい以外の言葉ありますかっていう感じじゃん。あー、でもこれあれだな。ちょっと配置が。はい。これどうだ?飛ぶかな?いけ!よし!別にまあ死んでもいいんだけど、今回は強さを見せるっていう感じなんで。でもうまいことやったらマジでこれなんか、普通にいけそうだな。で、ちゃんと短縮入れて、2体に触れておけば次回ってきたら撃てるかな?はい。まあ、中心弱点のやつは、もう放電が、なんかやべえことになる。そのテルーマン曰く、今回の放電は、調教放電威力が上がったのもそうなんですけど、
伝う距離とか一体一体伝っていくたびになんか威力がより上がっていくって言ってたんで、そこも含めて、いや、やばそうだね。ていうかこれ、あ、やばい、しまった、あ、そうか、やべ、これゲン、やっぱしまったそうだ、エクスカリバーの誰だ、昔のノリでゲージ普通になんか関係なかったけど、今回からしっかりゲージがあるから、ここマジ意識しとかないとね。まあここは適当に壁ドン大号令使ってもいいけど、とりあえず減速壁の展開やっぱしてほしいから暴れてく。で、ちょっと暴れれば誘発できるから。いや、やっばこいつ。で、しっかり減速壁入れて、二段階目、はい。いや、これで殴って、どこ誰 ?1P どこ ?1P どこあれ ?1P どこどこ、あれ意外と削んなかったな。やべえ、弱点ないのが結構きついか、そうすると。で、覚醒。それかあれだね、雑に殴ったら、やっぱプレデビオルって本来弱点を殴るクエストだから。いや、ちょっとやっぱこれ、使い方も間違えたかもしれないね。でもなんかうまいことやったら絶対これいけるな。あ、やべ、弱点。うまいことやったらこれ絶対いけるよな。紋章とか、あとその辺使って、ちゃんと意識した立ち回りしてれば、結構削り、ちゃんと削り切っていけそうな気がする。で、これ友情コンボで。あ、でもやっぱ弱点当てるのむずいね、これ。そして、壁ドン大号令が、もう準備万端ですよ、と。やっべえ、これ友情コンボで。友情コンボでここまで削り切れるやつおる、みたいな。あ、これはうまいこと、この間生きてな。はい。この今年の輝かしい中で、はい、終わりいや、あとこの人クリティカル持ってんだよな。だ、壁ドンしながらクリティカルを出す可能性もあるから。やべえこれ。うわ、くそ、悔しい。ボス1しっかり打ってればこれ多分死ななずにいけたな。じゃあ、もっと別の場所で使っていこうかな。それじゃあ、天魔8。あと、ニュースの使ってみた動画では、これ艦隊で攻略してたんで、どうなんだろうね、これ。とりあえず横貫します。将兵名とか今回つけてないから、ね、バイバイ煉獄さん、バイバイマイキー。ファウストはまだいるかもしれないいや、まあ、ファウストは別に死んでないからな。ここでしっかり触れて、あ、しまったな、これちゃんと短縮入れてかやっば、あ、そっか、さっきプレデビオルやってたからなんか死んじゃうって思ったけど、もう今死なねえんだ。もうこれ死ななくなったら絶対無敵じゃん。しっかり短縮入れて、これ弱点外側、あ、いや、外側は多分殴ってもダメそうだから、そこはやっぱり、あれなのかな、オートジャベリンを敵の弱点に与えてみたいな、そういう感じかな。で、ここをちゃんと触れて、で、暴れていく。いや、すげえ、あ、でも、ちょっと放電がなんか通ったり通らなかったりだな。でも、普通に、あ、でもこれあれだな、なんか、ランチャー邪魔だね。逆にランチャーない方が、友情コンボたくさん出せるから、そっちの方がいいかも。加速入れる。これ、とりあえず、ぷよたくさん倒して。いや、やっべ。で、これ全部反射になったから、そうだね。とりあえず、オートジャベリンで先にバリアを割りたいから、バリア、よし、バリア割れた、バリア割れた、で、ここで拾う、いけやべえ、こいつ。そして、次が 3P。これが全部貫通になっちゃうのはちょっともったいないね。まあ、ここは一回だから青色消しといて、バリア、やべえ、こいつ。普通にやっぱプヨ倒すのでけえな。逆にこれ壁ドン大号令、そんなに使わない方がいいのかな。友情コンボじゃないと、やっぱ全然削れないんで、これ。連れてって、暴れてく。で、オートジャベリン。オートジャベリンで、はい、行きますやった。壁ドン大号令はゾンビ処理とかに使う感じかな。やべえ、これも超雑でいいじゃん。最速どうなんだろう。カリバーに紋章つけまくって将兵名とかつけたスーパーガチガチカリバーが一番早いのかな。で、これバウンド。で、これ誘発するから。あ、でもちょっとこれ、あれだね。放電だけだと、プヨとかは倒しきれないのか。できるだけだからこれを友情コンボ誘発して、はい、減速するけど加速、よし加速、よし、いや、いい感じ感じ。
よし、これで大号令だな。ここで一発大号令使って、勝ち。よし、完璧。もうこれで、阻害されるものは何もなし。で、これ暴れる。とりあえずゾンビ処理だね、やっぱり。ゾンビ処理に壁ドン大号令使って、削り切る感じかな。どうなんだろう、壁ドンめっちゃしまくってから、弱点殴ったら、あ、でもこれ中心弱点が確かすごい削れるみたいな仕組みだったはずだから、そこまでかな。そうすると、こうか。で、殴ってくる。よし、これ、お、通った。いけ!いけ!いけ!いやー、べやべ、プレデミオルよりもこっちの方が簡単なんじゃがって感じだな。いや、死なないプレデミオルだな、マジでこれ。ここも、え、ここも、はこんなの立て込んでんじゃん。立て込んでるでしょ。あ、でもこれあれだな、ちょっとこれ。この間にうまいこと挟まりたいけど、いや、ちょっとむずそうだな。立て込んでいいか、立て込んでこいつ倒しきれるかな。はい。どうだろう、ゾンビ処理。上。あーでも上やっぱ、あーそんなに漏れないか。やっぱ1段階目だと仲間の強化は全然もらえてないかもしれないね。ちょっと時間、倍率は調べてないんで、ちょっとごめんね、わかんないわ今。はい。でもこれ、あーでもラッキー、ゾンビが死んでくれたわ。そして、あとはプヨだね。でもこれもプヨはゾンビ倒しちゃったら、こんなもん、こんなもん、おー、そうだ、こんなもん暴れて。おい。こんなもん暴れて、暴れて。とりあえず一回暴れとけば、はい、オートジャベリンは飛んで、はい、飛んで、飛んで、飛んで。あ、でもこれあれだな、あっちのぷよ。あっちの、やべ、あっちのぷよ、これ即死だし。ちゃ、気をつけないと死ぬ。あっちのぷよ、気をつけないと死ぬ。よし、オッケー。ちゃんとこれ倒す。しかも、ここのシールドがちゃんと壊れないように、ビットンブレイカーになってるのが、いや、すげえいいね。で、あとは、ここで挟まって、削っていって、どうだろう、これオートジャベリンいける？あー、これあれだな、挟まると左側に飛んでくな。どうだろう、これ大号令で外側ぶん殴ったら、ちょ、大号令で外側ぶん殴ったらこれ倒せるのかな。はい。さすがにこれは難しいのかな。どうだろう、この辺検証だね。あー、ダメか。ダメか。じゃあこれちゃんと友情コンボでしっかり削らないと、ボス2がきついな。あの、シールドがさ、これガチで邪魔だわ。シールドのせいで、これ、火事で殴れなくなってる。さっきみたいに挟まっても、そうね、バリアを割ってから、オートジャベリンをぶち込むっていう作業が入るから、そうだな、反射のカンカン、しっかりだから、あ、でもさ、挟まったらダメなんだよな。むずこれ。あれ、ここの削りがむずいな。そう考えると。壁ドン大号令で、あ、でも友情コンボ誘発してもな、こう打って、バリア割って、ここだけガチでむずいな。ここだけの対策のために、あれだね。あー、そうだね。あー、やっぱここだけファウストいるわ。ここを抜けるために、いや、これモンストニュース。いや、これやべ、シールド壊れそう。もうシールド壊したらこれこっちのもんやぞ。あー、でもこれむずいよな。はい、パック。バリア割る。いや、むずい、これ。そうすると、これあれだな。ボス見だけは、これ、ガチで、ガチで無理。いけ、よし、おー、いけた、いけた。いや、だこういう、めっちゃ運のいいショットが起こんないと、ボスに無理。あぶね。これ、私、死んだと思ったわ。カットして帰ってくる演出、つぎ込むところだったね。で、壁ドン大号令。まあ、こんなもんねじ込めば OK よ。はい。ここにねじ込む。いけ!ゾンビ倒す!よし!あー、もう勝ちました!来ましたね!ここは、さっきと違って、阻害するものないから、もうこれ逆に壁ドン大号令しまくって、斜めでシールド挟まってシールドぶっ壊して、っていう攻略に多分カリバー艦隊だと、しないと、おそらくこれ無理だろうね。で、暴れて適当に、とりあえずこいつら、プヨ倒す。オッケー。そして、もう完璧状態、完璧。あとは、そうだね。もうこんなもん、縦勘で、はい。殴ってく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 。暴れてく。あ。やべ、これ、あれだ、どっちもダメか。どっちも赤色これ。
そっちが、ああ、そうね、両方とも赤色か。じゃあ、バリアをしっかり割ってから、バリアをしっかり割ってからこれ、殴りに行きたいな。縦勘で、こう打って、はい。バリア割れたかな？よし、OK！ 割れた！割れたらやべえ、マジで。壁ドン大号令はマジでゾンビ用だね。それか、多分これ弱点下に来たら、壁ドン大号令撃つ価値あるかもしんない。まあ、多分それちょっと見せられないかな。ああ、そうね、壁ドンまでこれ使えないから、はい。殴っていく。そうだね、これだと、ただの、ボヨンボヨンになるから、もう一回下ちょうだい。もう一回弱点下来ると、いけんじゃないかな。下いやー、ダメか。いや、とりあえずこれで、壁ドン大号令でバリア割ったら、自分の友情出したら終わりっしょ。いや、これ反射で攻略できる時代がさ、いや、マジで来ると思わなかったね。まあ、ボスにだけは結構これ特殊だから、壁ドンしまくってシールドぶっ壊すか、ファウスト一体入れて、大号令か、普通に縦勘でぶん殴ってぶっ壊すかしないと、結構反射だと厳しかったね。でもそれ以外は、マジで余裕。多分これ最適編成、カリバーさんの、ファウスト1とかになるか、もうめちゃめちゃ立ち回り理解したカリバー簡単にこれ変わるんじゃねえの。いや、これガチ勢の人がどういう編成叩き出すか。いや、楽しいんだね。で、天魔8じゃなくて、3もいけるかもしんないんで、艦隊はわかんないけど、ちょっと試してみるわ。まあ、バリア M があるんで、ちょっとどういう感じになるのかは、いや、想像がつかない。とりあえずバリアを割るっていう前条件から始まるから、こいつ倒せる？あ、プヨ倒せる。あ、そうだ、バグもらってないんだ！やべ！あ、これやべえもん見たかもしんない。バグもらってないのに、倒してるという事実に、私びっくりしてる。え、これだからバグ、え、ちょっと待って、バグもらってから、バグ与えて HP。よし、これどう？どうこれ。やべえ、これ！うわー、これ！え、マイキー、やばいんじゃないですか、これ。これ見せちゃ、あれ、これ運営さん的に見せちゃいけないものを私今見せてるんじゃないのか。電撃で、伝って。やばいよ、これ。やべえ、これ。これ運営さんの商売的に見せちゃいけないものを私は今見せてるのかもしれない。もうでも知らん。こんなもん実装した運営さんが悪い。私悪くない。だからできるだけでもこれ、ハスが死なないから、そうね、これでセンサーが出てくる。うん、いい、こんなもん割れてもいい。ハスがずっと生きたまんまだから、これが透明化とかしたりすると、またちょっと立ち回り楽になると思うんですけど、それで、はい。やつしたんですよ。あー、でもこれ、回復ができねえ。やべえ、回復ができねえ、これ。プヨが死ななくて。やべえ、これ一気にやべえことになった。ああ、じゃあこれ見せてもいいね。これ見せてもいいやつだわ。じゃあね、ちょっといろいろ試してたんですけど、やっぱね、カリバー艦隊は良くない。やっぱ毎ターンプヨが蘇生するんで、相性がすこぶる悪いから、多分頑張ったら勝てそうな雰囲気はあるんですけど、なんか、誰にでもおすすめできる攻略かみたいなこと言われると、やっぱちょっときついね。もしやるんだったら、こんな感じで、複数体編成 ?2 体とか1体とか組み込むんだったら、全然ありだわ。まあ、でもバリア M を、バリアを1回ぶっ壊してバフをもらうっていう作業が入るんで、なんか、楽か楽じゃないかで言うと、正直、普通のキャラで、普通に戦った方が、めっちゃ楽。めっちゃ楽だね。やっぱなんかマイキーになれると、あのね、キャラが死ぬことに、ものすごくストレス。だってマイキー死なないもん。いや、これ、マイキーの強さを、やっぱこれ、さすがにここはいい感じだね。はい。だから、ここで SS 使って、ぶん殴っていって、いけるかな、これ。あー、でもちょっときついか。やっぱ、外側殴ってもそんなに削れないね。しっかり、やっぱこの辺は、友情コンボで強化を入れて、はい。煉獄さんとかの方がいいのかな、そう考えると。それか、エビスとかの方が強いかもしれない。ちょっと、エクスカリバーと誰を組み合わせたら、一番強いのかは、ちょっとまだ謎だね。でもこれ、攻撃力アップもらってるカリバーはガチで強いんで、はい。で、これで殴って倒すと。で、これがね、気持ちよすぎるから、カリバー外せないんですよね。もう煉獄さんでいけるんだから、もうこんなもんできちゃって当たり前みたいな感じ。そして、あの 3P のカリバーも拾いたい。でもちょっとあれ、拾えるかな。
大号令使っちゃうとエクスカリバーの友情コンボ出せない。やっべ、マジでこいつやっべ。やっぱこれバフを持った友情コンボだけはマジでバカなんだよな。だこれのバリアを即座にどんだけ早く仲間が割ってくれるのかみたいな感じだね。おお、これはそのまま、あ、いや、上の、いや、上のあいつ倒したいけど、プヨも倒さないといけないからな。こうか。これでなんかいい感じにリフレクションリングで倒せないかな。いっか、でも倒さなくて。ボス削れそうだし。はい。まあ、とりあえずこれは範囲に入れることを優先しよう。よし。これはもうマイキーの大号令でぶち込んじゃった方がいいか。誰もこれバフ持ってないし。普通に使う、あ、こっちか。じゃあ、こう打って、ぐるっと回して、バフをもらって、ほい。で、友情拾う。あ、拾いで。まあ、いいや。で、大号令使って、バフは、どうなんだろうこれ、普通に。普通に使っても多分これ強くないよな。やるんだったら、おそらく、多分これ、エクスカリバー拾いに行った方が、おそらく、あ、やべ。やべ。完全にポカミスしちゃった。エクスカリバーの友情コンボ拾った方が絶対強いよな、これ。で、SS 使って、これはもうあれだね。最初にあいつ触れとかないと本気出せないから。大号令。で、暴れる。普通にこれマイキーが殴るだけでも結構強いんだよな。そして、張り付いて弱点必中。ズドンと。でもやっぱ火力はちょっとあれだね。で、回復してますと。ここでしっかり、友情コンボが、はい。よし、出す。よし、これ出したら、倒せる、倒せる、倒せる。いけ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 。ギリギリ、ダメ。ギリギリダメだった。あ、でもこれ、いやーダメだ。こいつ倒してる、死んでる。まあ、これは多分もうノリでいけるか。はい。で、殴って倒すと。よし。回復入って、マイキーの、だから、これ結構あれだな、なんか多分使い方を私理解してない。多分絶対理解したら、カリバーの友情すごいことになってそうな気がするんだけどな。で、これは一旦置いとく。何もできない。バリアももらえないし。頼む、バリアを早く割ってくれ。なんかバリアを割る守護獣とかねえかな。来い！うわぁ、メテオ飛ん、あ、いや、メテオとりあえず一体飛んできたか。で、これ友情コンボ誘発。バリア割る。エクスカリバー、これ飛ばす。消し飛ぶ。回復する。おー、いいね、いいね。よし、これ壁ドン大号令いけんじゃない？ちゃんとみんな、よし、オッケー、死なない。これをだから、うまいことを、どうすっかな、これ壁ドンでしっかり殴りに行きたいけど、ちょっときついよな。きついよな。いけ！お！いけ！いけ！いや、外側な、いや、これ多分縦缶とかでカンカンできたら絶対削るぞ、これ。で、うわぁ、前、死んじゃった。もうこれ普通にじゃあ、大号令で殴りに行くか。いや、でもこれなんか、エクスカリバーも、全然いけるな。最強ではないから。いや、でも全然いけるいける。いや、これあれだな。いや、癖になる。攻撃力アップ持ったオートジャベリン。あれはマジで他のキャラの、もう、追随を許してないから、いや、全然ありだな。なんかこういう普通に使えるキャラに、カリバー組み込んで、なんか全然攻略して、いや、使っていけんじゃない？多分、マイキーとか煉獄さんの一つ下ぐらいの攻略のやり方とかになってくんじゃないかな。なので、天魔8で、みんな多分、紋章とかつける人も結構いそうだから、天魔3で、紋章カリバーもありなんじゃないのかなみたいな。いや、そんな感じだね。というわけで、いや、マジでぶっ壊れカリバー。ありがとうございます。ごきげんよう。